高山市の東小学校では毎年3年生が社会科の授業で特産の飛騨ほうれん草について学んでいて、およそ60人がほうれん草農家を訪れました。農園の作業所では収穫したほうれん草を出荷するための作業が行われています。地元の女性らが小さな葉を手際よく取り除いたり、根を切り揃えたりしていて、子どもたちは袋詰めや箱詰めの作業をじっくりと見学しました。農園を経営する平野義之さんは、飛騨ほうれん草は良い水と昼夜の寒暖差で美味しくなると説明し、さらに5種類の種を季節ごとに使うことで4月から12月まで出荷できることを子どもたちに語っていました。ほうれん草のことが知れてよかったです。ビニールハウスのことや出荷のことが聞けてよかったです。県内のニュースをお伝えしました。